お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党松江市政対策委員長の船木健次でございます。私は小学校の教員として、また教職員組合の役員として、38年間、どの子にも光の当たる教育をと、少人数学級の推進、学校の先生たちの長時間労働の是正、教育費の負担軽減などに取り組んでまいりました。 今度は子どもたちから、ご高齢者の皆さん、市民誰にも光の当たる松江市政を目指して、4月予定の市議会議員選挙への立候補決意をしております。さて、私が教員の駆け出しの頃おうちのお金のことを心配して、給食を我慢すると言い出した女の子と出会いました。今ででも忘れられらない光景です お金の心配なく学べる社会を子どもたちに、これが教員としての原点、立候補を決意した原点でございます。今、コロナ危機の中、国民の暮らしはどうでしょうか、まずは自分でやってみる、自己責任を押し付ける政治が、若者や女性、年金生活者、そして子どもたちに大きな影を落としています。私船木健次は 政治を変えたいと願っている皆さんと力を合わせ、貧困から子供たちを守り、命と暮らし最優先の市政実現のため、全力で頑張ることを申し上げまして、この場からの訴えとさせていただきます。